両チームともにチームの状態はいいですからね。いやそうですね、勝つことがやっぱりこう選手にとっても非常にプラスになりますし、札幌のキックオフで前半の45分がスタートします。アンデルソン・ロペスが後ろに下げました。小野瀬、宇佐美、右から高尾、クロスボールを入れました。逆サイドから倉田、小野選手からのボールなんですけども、このファーサイド見えてましたよね。クラス選手、ルカ選手、少しボールをセンターバック、今日も庄司はベンチ入りをしていません。したがって菅沼とキム・ヨンゴンのコンビです。スペース、うまく裏をついて折り返す、ドグラス・オリベイラ、ポスト脇に入りました。ドグラス・オリベイラ、これで2試合連続スイッチが入ったか。ドグラス・オリベイラ、ここ駒井選手から、ね、はい、マイナスのボールをオリベイラ選手がうまく、ね、スペースに入りながら、ディフェンスの前に入りながら打ったゴールです。まあ、ジャストミートはしてないですけど、まあ、コースにはきっちり行ってたので、非常にもらい方からこのシュートのコース非常に良かったですよね。山本、宇佐美がうまく間で受けた、そして中入れて渡辺和田、後ろから入れ口、入れ口、追いつきました。ガンバ大阪、入れ口のゴール、セットプレーの流れから追いつきました。ガンバ大阪、ここ宇佐美選手サイドでもらってね、このパスですよね。この足元へのパス入った瞬間に、この井出口選手が2列目から飛び出してきて、ここですよね。ここのポストプレーもうまかったですけど、まあ、井出口選手のこの出てくるタイミング、そしてこう左足で少し外にコントロールしながら、相手の届かない位置にボールを張ってるだけではなくてね、はい、本当に中盤に降りて中盤の仕事もできますし、渡辺和真が今追いました。福森、早くボールを入れる、押し込むか、東口正面でした。飛び込んだのは駒井です。宇佐美下げて、菅沼からのパス、倉田、倉田、後ろから井出口、そしてシュート、渡辺和真、こぼれ球、また井出口でしたが、そしてここで笛が鳴りました。いや、終了間際ビッグチャンスでしたね。終了間際にガンバのチャンスがありましたが、よく札幌もしのぎました。まあ、その試合試合で分からないですからね、どういったのか。後半の45分がスタートしました。両チームともメンバーチェンジはありません。右エンドがガンバ、左エンドが札幌です。倉田が入れる、このセカンド、井出口落としてキム・ヨンゴン、浮き球、シュート、決まってない、まだ決まってなかったでした。ガンバです。いや、ここ高尾選手からね、まあ、これは、まあ、高卒新人で初めて開幕スタメンメンバーにもなったというね、福田ですが、宇佐美のパスから小野瀬、小野瀬、白石君、小野瀬のシュート、ここを菅野がよく体に当てました。気があるのかどうか。まあそうですね、はい、スタート、山本入れて、バドリック、いきなりです。ファーストタッチでいきなり勝ち越しゴール、パトリック、2対1、ガンバ逆転。まあこれありますよね。まあ前節もこういう形でね、いやそうですね、キーパーと競り合って結局オンゴールになりましたが、あ、触ってますね。まあ、パトリック選手が触って少しコースは変わってますね。まあ、でもあの山本選手のボールは非常に良かったですよね。これ触ってなくてもまあ入ってましたし、まあ、その前でパトリック選手はうまく入りましたよね、ディフェンスの前に。アンデルソン・ロペス、アンデルソン・ロペス、強く、ここは強さを発揮して相手かわしてパスを出す。金子、左足で出す、遠いところへ行く、ゴールラインは割っていないのか。じゃあ、チャンネル一方振り切って、井出口折り返す、いや
これ福森よく取った。そして前線へのパス、素晴らしい。白井、アンデルソン・ロペス、東口。ヘディングシュート、東口下がった。まだあるか、決まったか。いや入ってないという。いや札幌としては畳みかけたかったですけども、はい、これでもう入ったかなと思いましたが、入ってなかったですね。ちょっとねこの実況席2人いた。荒野落として宮澤、金子、触った東口、ちょっと衝突した。危ない。まあ、この辺よく弾きましたけど、はい、まあ、あこれ金子ヘナに入った。金子シュートを打つ、東口。ここは出さない。からの佐藤慎は時計を見ました。そしてここで笛、2対1。好調同士の対戦はガンバ大阪ホームで勝利。これで10試合目。